やあみんな、恐竜の住む世界にようこそ。恐竜は大昔の地球のヒーローだよ。ティラノサウルスはとても大きくて力強く、どんな相手にも立ち向かう勇者だ。トリケラトプスは3本の角で仲間を守り、一緒に遊ぶのが大好きな優しい友達なんだ。そしてステゴサウルスは尻尾のトゲを武器に冒険を楽しむんだよ。恐竜たちはみんな違って、それが彼らの魅力なんだ。そんな恐竜たちの戦いがもうすぐ始まるよ。肉食恐竜同士の激しい戦いや、小さい恐竜が爪や牙を使って自分より体が大きい恐竜を倒すところも見れるよ。かっこよく戦う恐竜たちをみんなで応援しよう。どの恐竜が戦いに勝つか予想してみてね。戦いが始まるその前に、このチャンネルでは恐竜たちが戦う動画をどんどん作って投稿しているよ。動画を見逃さないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは戦いを一緒に見に行こう。今回戦う恐竜の登場だ。どの恐竜が戦いに勝ち残るか予想してみよう。まずはそれぞれの恐竜について特徴を詳しく見ていこう。Entry number one. アロサウルスは時速 60km で走る足の速い肉食恐竜だ。スピーディーに相手をかわしながら大きな口で噛みつく。 Entry number two.アンキロサウルスは背中に鎧のような皮膚、尻尾に硬いハンマーを持つ草食恐竜だ。尻尾のハンマーを武器に大型恐竜もやっつけるぞ。エントリーナンバー3。プテラノドンは人気の翼竜だ。恐竜たちの手が届かない空から次々攻撃を繰り出すぞ。Entry number four. テリジノサウルスは爪が30センチもある巨大草食恐竜だ。2本の足で立ち、華麗なステップを踏みながら戦う強い恐竜だ。どの恐竜が戦いに勝つか予想できたかな。試合開始まであと5秒だ。それでは試合を見てみよう。Ready. Fight.
テリジノサウルスの勝ちだ。この恐竜の名前なんだ。正解はプテラノドン。今回戦う恐竜の登場だ。どの恐竜が戦いに勝ち残るか予想してみよう。まずはそれぞれの恐竜について特徴を詳しく見ていこう。エントリーナンバー1。アンキロサウルスは背中に鎧のような皮膚、尻尾に硬いハンマーを持つ草食恐竜だ。尻尾のハンマーを武器に大型恐竜もやっつけるぞ。エントリーナンバー2。ディノニクスは頭の良い小型の肉食恐竜だ。相手の行動を見ながら隙を狙い、高いジャンプ力で飛びかかり、爪で引っかく。エントリーナンバー3。テリジノサウルスは爪が30センチもある巨大草食恐竜だ。2本の足で立ち、華麗なステップを踏みながら戦う強い恐竜だ。エントリーナンバー4。アロサウルスは時速 60km で走る足の速い肉食恐竜だ。スピーディーに相手をかわしながら大きな口で噛みつく。どの恐竜が戦いに勝つか予想できたかな。試合開始まであと5秒だ。それでは試合を見てみよう。Ready. Fight.恐竜の登場だ。どの恐竜が戦いに勝ち残るか予想してみよう。まずはそれぞれの恐竜について特徴を詳しく見ていこう。
Entry number one. スピノサウルスはワニのような長い顔を持つ大型肉食恐竜だ。相手を口で捕らえ遠くに投げ飛ばす。泳ぐことも得意だ。Entry number two. トリケラトプスは頭に3メートルの角を持つ巨大草食恐竜だ。3本の角を前に出し、突進して相手を貫く。首の周りについているフリルと呼ばれる襟で急所への攻撃から身を守る。 Entry number three. ステゴサウルスは尻尾に並ぶ4本のスパイクが武器の草食恐竜だ。尻尾のスパイクを武器にティラノサウルスを倒したこともあるよ。Entry number four. モササウルスは食物連鎖の頂点に君臨したといわれる大型の海の生き物だ。鋭い歯を持ち強力な噛みつきを繰り出す。どの恐竜が戦いに勝つか予想できたかな。試合開始まであと5秒だ。それでは試合を見てみよう。 Ready. Fight.Thank you.
トリケラトプスの勝ちだ。この恐竜の名前なんだ。正解はステゴサウルス。今回戦う恐竜の登場だ。どの恐竜が戦いに勝ち残るか予想してみよう。まずはそれぞれの恐竜について特徴を詳しく見ていこう。エントリーナンバー1。ティラノサウルスは高い攻撃力を持つ大型肉食恐竜だ。鋭い牙と強力な噛みつきで相手の骨を砕く。エントリーナンバー2。ブラキオサウルスは全長25メートルの超大型恐竜だ。体重は40トンあり、とても重い。太い足で蹴り上げるメガキック。長い首を振り回して相手を打つのが必殺技の恐竜だ。エントリーナンバー3。スピノサウルスはワニのような長い顔を持つ大型肉食恐竜だ。相手を口で捕らえ遠くに投げ飛ばす。泳ぐことも得意だ。エントリーナンバー4。テリジノサウルスは爪が30センチもある巨大草食恐竜だ。2本の足で立ち、華麗なステップを踏みながら戦う強い恐竜だ。どの恐竜が戦いに勝つか予想できたかな。試合開始まであと5秒だ。それでは試合を見てみよう。 Ready. Fight.
ブラキオサウルスの勝ちだ。この恐竜の名前なんだ。正解はスピノサウルス。今回戦う恐竜の登場だ。どの恐竜が戦いに勝ち残るか予想してみよう。まずはそれぞれの恐竜について特徴を詳しく見ていこう。エントリーナンバー1、テリジノサウルスは爪が30センチもある巨大草食恐竜だ。2本の足で立ち、華麗なステップを踏みながら戦う強い恐竜だ。エントリーナンバー2、ブラキオサウルスは全長25メートルの超大型恐竜だ。体重は40トンあり、とても重い。太い足で蹴り上げるメガキック、長い首を振り回して相手を撃つのが必殺技の恐竜だ。エントリーナンバー3、カルカロドントサウルスはサメの歯を持つと言われる肉食恐竜だ。相手に捕まると連続キックのカウンターを食らわせる。エントリーナンバー4、プルスサウルスは800万年前に存在したワニの一種だ。必殺技は長い尻尾で相手を打つテールヒットと、噛みついた後回転して相手をねじ曲げるデスロールだ。どの恐竜が戦いに勝つか予想できたかな。試合開始まであと5秒だ。それでは試合を見てみよう。Ready. Fight.
プルスサウルスの勝ちだ。戦う恐竜の動画を最後まで見てくれてありがとう。みんなはどの恐竜が戦いに勝つか分かったかな？何度もこの動画を見ていると恐竜の名前や特徴を覚えて恐竜のことにどんどん詳しくなれるよ。動画が楽しかったみんなはこの動画をもう一度見てみよう。次はどっちの恐竜が勝つか全部正解できるよ。これからも大きい恐竜や強い恐竜のかっこいい戦いの動画をどんどん作って投稿していくよ。この動画が楽しかったみんなはいいねボタンを押して次の楽しい動画を見逃さないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でまた会おう。また見てね。